今日はメサベルデナショナルパークに来ています。ちょっと車の中から撮ってるんでガラスにいろんなものが反射してますけど、私はアメリカで旅行先では運転したことなかったんですが、昨日から初めてずっとじゃないけど運転できるところは挑戦してます。イエーイ。昨日とは打って変わってすごいいいお天気だね。本当天気いいね。結構高いところに登る。かなり。だいぶ高いところに登ってきたよ。カーブばっかりの山道です。スピードはあまり出せません、うん、今山の頂上まで上がってきたところです。これからまた下り坂でまた降りていきます。標高高いよ。高いね。どれくらいあるんだろう。だいぶ高いと思うけど、メサベルデ国立公園の中で一番有名なクリフパラスに来ました。これから歩いてそこまで行きます。あ、飲み物を分けてくれてるんだ。 Thank you. Thank you. Thank you. I think that's okay. あおいちゃんはロッククライミングに挑戦です。気をつけてよ、あいちゃん。はい、登った。すごいね。ちょっと、あ、いや、それは、ちょっと、ハロウィン。たぶん、このスポットで、クリフパレスというものです。Look over here, Kath. Oh, yeah. And Skyline Ranches, which is just past the village. It's real. Fell out the window last week. Visiting family, yeah. これからスプルースツリーハウスというところに行きます。さあ、どんなところでしょうか。楽しみです。あおちゃん危ないから、うん、これできな。おいで。そうだよね。私はどこどこに住むの？うん。家から家に行き来するのも大変だよね。家の形が全然違うもん。本当だね。さっきのとか丸い形だったけど、あれもやっぱりお家だったのかもしれんよ。ここはなんか近くで。おいちゃん、ここまで歩いてきました。すごいでしょ。歩いた。だいぶ歩いたね。遠かったね。遠かった。これ。帰りの上り坂が心配。おいちゃん見て、すごいね。これ昔の人たちのお家なんだって。日本で言ったら石器時代？そうだね、石器時代の。すごいです。石器はもちろんのこと。土器も使って生活していたそうです。
すごいなんか文明的な生活よね。あそこの上にあるミュージアムから3人で坂を降りてきました。ティナはこれからキーバ、KIBA と呼ばれる、地下の部屋に入ってきます。ここでは昔、儀式が行われていたり、まあ誰かが住んでいたりしたそうです。いってらっしゃい。Sorry? You got the sneezes, you poor baby. Allergies. You got the jewelries too and the flowers. We have a pit bull that same colors as that one. He's got more white and white on his nose. Oh, he's got that. Come here. This is Dixie. Oh, Dixie, how you doing?今メサベルデナショナルパークを出るところなんですが、朝とは打って変わって土砂降りになりました。雨が降っています。朝は天気が良かったんで、私たちが見た時はね、ちょうどもうおかげさまで楽しくいい天気の中見ることができました。そうだね、今さっきから雨が降り始めました。